間違い電話が多い。昨日借りた新作ビデオ3本を見ながら、だらだら寝て過ごしていたんですが、昼過ぎぐらいに電話がかかってきたので、ビデオを一旦停止して受話器を取りました。はい、もしもし谷口さんのお宅ですかい,いえ、違います。そうですか、間違えました。ガチャ。 二本目を見終わる頃の三時くらいに、また電話が鳴ったので、取りました。田中さんでいらっしゃいますかい,いえ、違いますが。失礼しました。ガチャ。五時くらいに、夕飯の買い物に出かける準備をしている最中、また電話が鳴りました。大友さんはご在宅でしょうかい,いえ、うちは大友ではございません。 すみません、間違えました。ガチャ。最近本当多いけど、三件連続は初めてだな。この時は、こんなことくらいしか思いませんでした。実際、最近間違い電話とか、セールスが多かったですし。ご飯を食べ終わった7時以降から、寝る前の11時までの間に、同様の間違い電話が、さらに三件ありました。 い月さんのお宅でしょうか上野様のご実家でしょうか鈴木さんいますで、さっき一時くらいにまた電話が鳴りました。正直うんざりしていたのと、寝起きでイラついていたのもあって、鳥様に思わず、こんなことを口走ってしまいました。夜分遅くすいません。関口、何度も電話されて正直頭に来るんです。やめてください。 しばらく相手が沈黙したので、あちゃあしまったな、と思っていたら、バレてました。ぞっとして、受話器を反射的に切りました。怖くて寝つけません。ちなみに、今日かかってきた電話は、男性女性バラバラで、声もみんな違います。これって、ストーカーかなんかでしょうか スイカ。秋になると、登山シーズンです。よく墜落が、登山シーズンには起きるそうです。そのご遺体は、頭が裂かれているため、スイカと呼ばれるそうです。しかし、秋に墜落事故をして、行かれても、ご遺体は雪のため、春まで放置されるようなのです。中には発見されることもなく、 忘れ去られているご遺体もあるそうです。万年雪の中にもある時が、時たまあるようですが、その登山シーズンの秋、登山部では、スイカを見たら振り向くな。振り向いたら自分もスイカになる。ということがよく言われるそうです。そしてこれは、実際に体験した方の話なんですが、山の尾根を歩いていると、 向こうから数人の集団が歩いてきました。戦闘の人間が、スイカだと叫んだそうで、みんながその集団に向かって会釈をしました。大学のサークル一年だったその方は、わけもわからず会釈をしました。会釈をし終わって、その集団が横を通り抜けようとすると、頭がくしゃくしゃに潰れていたそうです。驚いたその方は、 慌てて振り向こうとしましたが、後ろの先輩が、振り向くなと大声で怒鳴るので、何かあると感じたその方は、興味を抑えて、無事に山頂の宿舎にたどり着けました。その方は、スイカのことについては後から聞いたようです。もしも、あのまま振り返っていたら、前後を登山経験者の長い方で、 真ん中を経験の浅い方という並び方で登るのは、スイカのためでもあるようです。先頭の方がスイカであることを知らせ、最高儀の方が振り向かないように、監視をするために。